ラグランハ宮殿ラグランハデサン・イルデフォンソ宮殿は、スペイン・カスティーリアイレオン州セゴビア県のレアルシティオで、サン・イルデフォンソにある、バロック様式の宮殿。マドリードの北約80キロの場所にある、フェリペ5世によって建設された。グアダラーマ山脈の北丘陵前面に位置することから、この地は、代々のカスティーリア王たちに狩猟地として好まれてきた。15世紀、エンリケ4世は、 この地に小さな教会堂を建てせ、イルデフォンススに奉納し、最初の狩猟用別荘を建てた。これが地名の由来である。女王イサベル一世は、この地に農場と旧品院を建て、二つをセゴビアの修道院に譲渡した。1719年、この場所を僧侶から買い上げたのがフェリペ五世だった。バルサイン近郊にあった夏の利休が火事で消失した後、 代わりとなる場所を探していたのである。1721年初め、フェリペは祖父である、フランス王イ14世の建てたベルサイユ宮殿を真似て、新たな宮殿と庭園の建設を命じた。ベルサイユのように、建物近くにクールドヌールを取り込み、主軸を宮殿へ集中させた、きちんと整理された庭園を作った。ベルサイユ同様、ラグランハは、 宮廷からの引退所として建てられたのが後に宮廷の中心そのものとなった。フェリペはスペイン人建築家テオドーロ・アルデマンスによりつつましやかな計画で始めた。第二段階で拡張されたファサードに向け礼拝堂を加えた。この工事は1728年から1734年にかけアンドレア・プロカッチーニとセンプロニオス・ビサティにより行われた。 トリノから昇兵されたフィリッポ・ジュバッタは、宮殿工事に、明確な特徴を与えた。彼は、フェリペの二度目の王妃エリザベッタ、ファルネーゼ周囲の推薦をバックに働いた。しかし、彼女の存命中から、フェリペのフランス志向が宮廷を支配するようになっていた。1724年、フェリペ5世は退位して、長男ルイス1世を即位させ、自身は、ラグランハイ引きこもった。 しかし即位後一年もしないうちに、ルイス一世が病死したため、フェリペは大いに復帰した。次男フェルナンドが幼いため、中継ぎのつもりであった。結果として、王が余生を過ごす、静かな引退所のはずだったラグランハは、進化と宮廷が移り重要な政治中心地と化した。小さな町だったサニイルデフォンソは、王の木に、入りの王宮に近いところに住みたいという宮廷人らが、集中し、 人口と面積を拡大した。弊社、大街道が建てられた。教会は、フェリペ5世のハプスブルク家の先祖たちとは別の、自身の墓所として選ばれた。教会のフレスコ画は、ジョバンニバッティスタ・ティエポロによるもので、フランシスコ・バイエウにより完成されたが、これらは1918年の火事で損傷した。フェリペの次男フェルナンド6世は、亡くなるとき、 サイン・ルデフォンソの王宮とそれに付随するものすべてを義母エリザベッタ・ファルネーゼー遺産として残した。彼女が1766年に亡くなると、エリザベッタの長男カルロス・サンセの手に渡った。次の200年間、ラグランハは、夏の離宮、王族の多くの冠婚葬祭、公式行事や公的行事の場となった。最近、ラグランハは、多くの王領や宮殿同様に、 パトリモニオナショナルの管理下となった。1500エーカー以上に広がり、宮殿を取り巻く庭園は18世紀ヨーロッパの庭園設計の良い見本例の一つとされる。フランスから公式に招聘された設計者、ロベール・デコット、ルネ・カルリエの二人は、山からの自然の丘陵という条件を視覚的にも、水の供給にも活かし、26個の彫刻が施された、噴水を据え飾り立てた。 成功なディアナの浴槽はいくつもの庭園の軸の焦点となった。長期にわたる、鬱状態だったフェリペ・五世は、庭園には300万フランの費用がかかり、私を3分間楽しませてくれたと感想を述べたという。フランスからやってきた彫刻家たちは庭で制作をした。ルネ・フレマンは1738年までラグランハにいて、 多くの瓶型装飾と彫刻を制作し、これらは18世紀の傑作とみなされている。噴水の彫刻はすべて、ギリ写真は、偶は、伝説をもとにした古典的題材をテーマにして作られた。腐食を避けるため、制度を塗られたり白く漂白させ、大理石に似せている。最初に作られた給水設備と感情物は未だ機能を果たしている。設備は、 純粋に重力に頼り、40メートルの高さまで、ペルセウスとアンドロメダの噴水の水を吹き上げる。人工湖、エルマールは、公園の最高地点にあり、貯水池の役を果たし、設備全体に水圧をかけている。今日では、数カ所の噴水のみ日ごとに動かしている。1年に2度、聖フェルナンドと聖イの生命祝日に26カ所の噴水すべてが、稼働される。 ありがとうございます。